それではお待たせしました。今から日本 NPO 学会の会長でありまして、大阪大学教授の山内直人先生にお話を伺いたいと思います。このところ、大震災の関係でボランティア団体、昨日はジャパンプラットフォームのお話を伺いましたけれど、きょうはまず総括的にですね、 今、何が必要なのか、そして日本の市民社会といわば大震災に対するです、ね、支援、義援金の関係も含めて、今後の問題点をお話しいただいた上で、皆さんからの質問を受けたいと思いますので、よろしくお願いします。 えとご紹介いただきました大阪大学の山内と申します。あの座ってじゃ話をさせていただきます。えっ、ー、と今日はですね、えっ、ー、と市民社会とあの寄付ボランティアっていうことでお話をさせていただきます。えー、この、えー、ここであの話をするようにというあのお話をいただいたときにはあの震災の前だったわけですけれども。 えー、たまたま不幸にしてこういう大大きな災害があの起こってしまいまして、えー、私はあの、えー、阪神・淡路大震災の時にはあの私自身が被災者だったんですけれどもあのその時の,あの記憶を、えー、があもうだいぶ忘れかかってたんですけれどもあの鮮明によみがえってきて、えー、今日はその、えー、16年前と今とで。 どういうふうに市民社会が変わってきたかというようなことも含めてお話をさせていただきたいと思います。だいたい資料を用意してきてますのでそれに従ってお話をしたいと思うんですけれどもここに最初のスライドでお日本の市民社会に関連する制度がどういうふうに変わってきたかというのを年表的に整理をしております。 えー、いわゆる失われた10年って言われたんですけどももう,う2011年ですからバブルが崩壊してから20年、えー、になろうとしています、えー、ちょうどあのバブルが崩壊する前後は世界的には、えー、東欧革命、えー、旧ソ連東欧地域の,あの中央集権的な体制が崩壊した時期で、えー、ちょうど 世界的にはそのあたりが市民社会、いわゆる日本でいうところの NPO ですね、の台頭してきた時期であります。で日本では95年に阪神・淡路大震災が起こりまして、その頃から NPO というものが認知をされるようになりました。ご存知のように、その3年後には NPO 法ができております。 えー、さらにその2年後、2000年には介護保険制度がスタートするという形で、えー、日本の市民社会をめぐる制度というのは、どんどん変わっていったわけです。えー、2008年にはあの、新しい公益法人制度ができまして、えー、新公益法人制度と、それから NPO 法人制度という、まあ、ある意味、一国二制度のような状態が今まで続いているということです。 でえー、2010年にはあ政権交代がありまして、鳩、えー、山政権の時代に新しい公共ということがあ言われるようになって、えー、それに基づいて今、あのいろんな政策があ実施されようとしていたと、まあ、そういう先にあの今回の震災が起こったということであります。で、えーその 阪神の時の,あの経験、えー、を思い起こしてみますと、やはりこういうあの大災害の起こった時期にこそ、まあ、市民社会の,あの本当の力量が問われる、試されているんではないかというふうに考えています。で、えー、震災の起こる前ですね、つまり90年代の前半には、えー、ほとんど NPO というのは認知されてなくて、えー、新聞の キーワーワド検索をしてみてもですね95年より前と後とで NPO という言葉があ登場する回数というのは全く違います、えー、その頃は、まあ、NPO といっても、ね、いちいちあの何かを説明しなきゃいけない、えー、かったわけですけれども、まあ、最近だと、えー、例えば大学入試のセンター試験でもですね NPO という あのについて等、えー、うようなあの、えー、そういうあの質問というのはたくさん出て、えー、まいります。で、えー、ですからまあ高校生でも普通に知っているようなそういう概念になってきたということです。で、えー、その時にはあいわゆるボランティア革命というふうに呼ばれ。 100万人以上のです、ね、ボランティアが被災地に駆けつけてくれたということです。で同時にですね約1800億円といわれる義援金が集められて被災者に配分されたと。しかしその時にはですねまだ NPO への,その,の活動をですねあの寄付の形で支援しようという。 動きはほとんどなくてですね。あの寄付のほとんどが義援金だったということです。でこのあたりがあの16年後にどういうふうに変わったかっていうこともちょっと後でお話したいと思います。で、えー、今回ですね、えー、よくあの記者の方からも聞かれるんですけれども、えー、義援金と支援金がまあどういうふうに違うかっていう。 ことなんですが義援金というのは基本的には被災者のお見舞い金あるいは生活支援金の性格を持っているとで義援金という名前で集められたお金というのはその配分委員会というものを通じてです、ね、被災者に直接配分されるものであるということです。 それ,からそれと並んで支援金というものがありましてこれはその被災地でその活動する NPO とかです、ね、ボランティア団体の活動を支援する目的で募集されるこれらの団体に対して配分されるということですね。であの今、 えー、いろんな窓口、えー、募金の窓口がありますけれどもあの代表的なものは日本赤十字とそれから、えー、中央共同募金会、えーまあ、そこにその金額的にもです、ね、あのかなりの義援金が集まってくることになるわけですがこの中央共同募金会の,あのホームページを見ると、えー、従来からのです、ね、義援金と並んで、えー、災害ボランティ ティア、NPO 活動支援のための募金という別のカテゴリーがありますで。4月1日現在、昨日確認した時点では4月1日現在の金額が出てまいりますけれども義援金が大体100 180億円ですね、それからこのボランティア、NPO 活動支援のための募金。 我々が言うところの活動支援金ですけれども、これが8億円という数字が出ております。ですから、依然としてですね、あの被災者に直接あの配分されるあの義援金の方が圧倒的に大きいですけれども、ま阪神のときにはですね、こういうあの NP を活動するための受け皿っていうのはほとんどなかったわけですから、あのそういう意味では少しあの えー、NPO 活動、ボランティア活動に対する理解が少し進んで、えー、こういうあの明確なあ活動支援金の受け皿というのが、あ今回はあの設定されているということであります。でもちろん、あのこの地方共同募金会以外の,です、ね、この支援金の受け皿もありまして、例えば日本財団のカンパンという、えー、あのサイトがありますけれども。 まあそういうところでもあの活動支援金をあ、えー、募集しておりますしあるいはあチャリティープラットフォームとかです、ね、ジャストギビングとかというような新しいタイプの,、えー、あの支援金サイトもありますこの,あのジャストギビングというのはあの、えー、私も少し運営に関わっているんですけれども、えー、イギリス発祥のもので、えー、誰かがその何かにチャレンジするんですね。あのえー、例えば、 フルマラソンを走りますとでそのために体を鍛えますというようなことで,でそうすると,、えー、とでその目標を達成するために努力をするので自分が支援しているこう,こうこういう活動に対して支援してくださいとつまりあの自分自身に対して寄付をしてくださいというんではなくてその人が支援している団体とか活動に対して支援して。あのえー 寄付をしてくださいと、まあ、そういう仕掛けになってまして、えー、昨日確認をしましたら堀江門さんですねがあの募金の獲得額トップになってましたであの、えー、そういうまあ有名人があのチャレンジャーになることもあるしあの一般の,あの普通の人があのチャレンジャーになることもあるわけですけれども、まあ、そういう新しいタイプの,あの支援金サイトもあるということです。 でえー、とこの、えー、阪神から16年経っているわけですけれども、まあ、その間に、えー、NPO は、まあ、量的に非常に拡大したとでそれが端的に分かるのがあのこの NPO 法人数の推移という、えー、グラフだと思います98年の12月に NPO 法人制度が NPO 法,、えー、法がです、ね、あの施行されてまして、えー それからこうあの歴年でデータを取ることができるんですけれども、えー、2010年の末です、ね、には4万1619という NPO 法人が認証されていると累積でですねで、えー、まあその増加のペースというのは2003年から2006年ぐらいの間がピークでありましてこの頃ろは毎年5000 前後の団体が新しく NPO 法人として認証されていたで、最近はペースが落ちてきてますけれども、まあ、それでも累積で見ると、4万を超える団体が法人格をこの制度によって取っているということです。で4万というのが多いか少ないかということなんですが、日本,の日本全国のです、ね、小学校の数が2万です、ね、中学校がその半分で1万。 えー、高校がそのさらに半分で、えー、5000ということですから、えー、全国の小,小中高校を全部足しても、えー、4万には届かないわけであのそういう意味ではあの、まあ、これだけの数があるというのはあこの間のにそのいわゆる NPO 活動といいますか市民活動を、えー、法人格を取って、えー、やろうとする、えー、人たちが、まあ、これだけ、えー、あるということを示している。えー ということで、量的な拡大ということはこれで見て取れるのではないかというふうに思います。一方でですね、一つ一つの法人が非常に経営が脆弱だというのは、今も昔もあんまり変わってなくてですね、大体、年間の活動規模が1000万円に満たないような団体が全体の7割。 を超えるわけですねつまりその1000万円というのはあの有給のスタッフを1人、えー、雇えば、まあ、それで半分ぐらいが人件費で消えてしまうような、まあ、そういう団体ということになりますから、まあ、非常に零細だということですね。えー、それからその収入構造もこの,この円グラフにありますようにですね、えーっと まあ、あの海外だと非常に大きい例えば寄付とかですね会費とかっていうのが非常に少ないわけですそれに対してその行政からの委託事業とか補助金っていうのが全体の3割ぐらいになってまして行政への依存が実はかなりあるということですね で自主事業はここのグラフでいうと19%ということで、えー、NP 法人の中にはあ介護を、えー、主たる事業にしている団体が非常にたくさんありますのであの介護保険収入というのがあ3割弱ありますけれども、えーまあ、そのことを別としてもです、ねえー、寄付が非常に少ないというのはあ今も昔もあんまり変わってないということになります。 で我々はです、ねそのえーっと、この、えー、NPO 法人、えー、あるいはもう少し一般的に、えー、市民団体と言ってもいいかもしれませんがのその、えー、ファンドレイジングの力があまだまだ非常に弱いんではないかということで、えー、何年か前からです、ね、準備をして、えー、寄付白書というのを、えー 昨年末に取りまとめました。であのこういう市民団体あるいは NPO が獲得している寄付というのがどのぐらいあるか出し手の側から言うと日本の企業とかですね個人がどのぐらいの寄付をしているのかというのを包括的に調査をしようということで準備を進めて取りまとめたものです。 でアメリカでは GivingUSA、えっと、っていうのがもう50年ぐらい前から、えー、毎年出されていまして、えー、これがそのアメリカの,あの寄付の全体像を知る、えー、非常に重要な資料と言われています。であの誰が使ってるかというとその、えー、アメリカの,の NPO あるいは大学ですねそういうところがそのどういうところにアプローチをすればですねあの寄付を獲得できるか。 いうようなことを考えるための基礎資料として使われているで日本でも遅まきながらあのそういうあの白書のようなものをあの作ったということでありますで、えーまあ、最近はですねあのいわゆる社会企業化、えー、社,社会的企業あるいはあーソーシャルエンタープライズとかですねソーシャルアントレプレナーというようなあ活動が非常に注目をされていて そういう活動を担っている人たちの中にはですねあの寄付とかボランティアというのは非常に不安定な資源だということでいわゆる事業ですねその対価,が対価を取れるような事業を中心に活動すべきだという考え方が非常に広まってきていまして、まあ、そういう人たちからすると寄付とかボランティアというのは からはできるだけ早く脱却したいとで,ですからその、えー、寄付とかボランティアへの依存からあ脱却したとかですねあるいは卒業したとかっていう言い方がよく、えー、されるんですけれども、まあ、我々はあのこういう社会変革を担う活動というのはにたとってですねその寄付とかボランティアというのは非常に、えー、今も昔もです、ね、あるいはこれからも非常に重要なものだというふうに 考えていますですからあのこの寄付白書をの編集を、えー、我々があのお手伝いしてた時も、まあ、そういう思いでですねあの実際その日本は非常に寄付文化が非常に弱いとかですねいうことが言われることがあるんですけれどもその辺りがあの実際のところどうなのかっていうのをこの白書を通じて見てみたかったということがあります。でそのな内容を少しあのご紹介をしたいと思うんですがまずその「 日本全体のの寄付がどぐらいいあるかととうこを調査ししま2009年1年間で個人がどのぐらい,い,しし、えーね、ぐらい寄付をしているかというのを、えー、全国調査で調べましたで、えー、その結果です、ね、あの個人寄付は、えー、5000億円を超えるぐらいの,、まあ、あの規模になっていると、えー、15歳以上の人口の約3人に1人がです、ね、あの寄を1年間に寄付をしていて それを足し合わせると、5455億円になりますで、その寄付と並んで,です、ね、その寄付に非常に近い性格を持っている会費ですね、えー、もあの総額を計算しているんですけれども、それが3755億円ということでありましたで、両方足すとです、ね、1億円近い、一、えー、兆円近いですねあの、規模になるということです。 それから個人と別に法人の寄付というのがありますけれどもそれがやはり5,000億円ぐらいありまして個人と法人の寄付を足すとですね従来はあの日本はですねその日本の寄付というのは法人中心であって個人の寄付が非常に少ないというふうに言われてきたんですけれどもこの寄付白書の推計によるとその個人も非常に 虚心、えー、単観にです、ね、あの数字を集めてみるとあの、えー、かなりの額の寄付をしているということが分かりました大体五分五分かあるいは場合によっては個人の方が少し多いぐらいの数字が、えー、推定値として出てきたということです。で、えー えー、NPO がその活動をするして、えー、それを収支、えー、報告書とかですねあの、えーにえー、を記録しなければいけないわけですけれども、そういう能力が非常に欠けているということで、あのそういう。 活動基盤整備ののためあるいは先ほどから申し上げているような寄付の募集ファンドレイジングのための支援に使うとかですねあるいは融資 NPO が融資を利用するための,その能力形成に使うとか、まあ、そういうことで,です、ね、6つぐらいの事業がリストアップされています。でこれはもうすでにに動き出していてい各都道府県に で活動している NPO 法人の数に比例するような形で配分をされて基金が動き出そうとしているということです。で2011年度の平成23年度の本予算当初予算でもこの新しい公共関係の事業というのはかなり出てきていますけれどもとりあえず補正予算の方が先に動き出しているということです。 もう一つは、えー、と税制の方ですけれども、これはまだあの、えー、どういうふうになるか分かりませんけれども、えー、税制改正法案として出ているものは、あのここに書かれているような、えー、ものですであの。主要なものは、えー、と寄付をしたと個人に対してです、ね、所得税の、えー、税額控除を認めると、正確に言うと、税額控除と、それから所得控除との選択制が導入される。 いいう案になっていますで年間寄付の,年あの1年間に寄付をした金額のうちで総所得金額の40%まで,、えー、でかつ2,000円を超える部分について、えーえー、支払う所得税額の4分の1までですね25%まで税額控除を選択することができるということです。で対象になっているのはあ認定 NPO 法人ですね NPO 法人の中で一定の 公益制が担保それから公益法人新しい公益法人の中で公益認定を受けているもの公益社団財団法人それから学校法人社会福祉法人厚生保護法人に限定をされていますけれどもこういう税額控除が導入されるという法案になっている。 あの認定要件が厳しかったんですけれども認定要件を大幅に緩和するという案になっていましてえ例えばその従来からあった基準に加えてですねえ新たなその基準え具体的に言うと年間3000円以上の寄付者を100人え獲得すればあこの認定要件を満たすことができる。 いうようよな要件を加えるとかあるいは自治体によって個別認定ができるようにするとっていうような案がそういう認定基準の緩和策が導入されていて税額控除が導入されることによって寄付のインセンティブが高まるということとそれからその対象になる認定要件を緩和するという、まあ、両方の側面から改正案が 提案されてい,るっていうことで,すでその、えー、と従来はですねここに例示されてますけれども、えー、と例えば年間所得が600万円の人があ対象となるその寄付控除の対象となる団体に寄付をした場合10万円寄付をしたとしましょうとで、えー、2000円部分はあの足切りになってますけれども、えー、そうするとその えー、税率がントの所得税率が20%の人であれば、えー、と2万円弱ぐらいの還付が得られる、まあ、そういう制度なんですねこれが今の制度ですでえっ、ー、と税額控除になるとその今提案されているのは50%の税額控除ということですのでたい、えー、ですねこの10万円寄付するとほぼ半,半額近くが還付されてくるということですので、まあ、従来10万円寄付して2万円弱だったものが 10万万円円寄付して5万円弱になるということですねということですので還付額が非常に還付割合が非常に大きくなるので、えー、寄付がその増えることが期待されるのではないかと、えーま、それがまあ制度導入の趣旨であります。であのアメリカのようなあるいはアメリカとかイギリスのような割とその寄付に対する税制が進んでいると言われている国でもあの。 現在の制度は所得向上です日本と同じような所得控除ですからあの税額控除が導入されればあのそういう国と比較してもです、ね、遜色のない、えー、あるいはそれ以上の,です、ね、あの制度が、えー、作られることになるということだと思います。えー、で,す、ね、であのここに、えー、っとグラフがありますけれども えと所得控除の場合だとあの日本の所得税は累進構造になってますので、えー、と高額所得者にとってはあの税の軽減,措置軽減効果が非常に大きいんですねその税率の高い人にとっては軽減効果が大きいんですけれども税率の低い人 30%20%10% というふうにあの、えー、税率の低い人にとってはそれほど軽減効果は大きくないわけですけれども。 えと税額控除が導入されるとそういう所得水準にかかわ,かかわらずですねあの一定割合の還、えー、付が受けられるとで50%税額控除の場合ですとあの所得水準にかかわらず、えー、大体半分ぐらいが戻ってくるということですので、えー、特にあの、えー、中産階級よりもあの以下の人です、ね、にとってこの税額控除 が導入されるるこことととのメリットが大きいということになるかと思いますただしですね今回寄付白書でこういうその仮説的なことを聞いているんですけれどももしそのある慈善団体に10万円の寄付をしようとしていて寄付による税金が還付されるとしたらどのぐらい寄付を増やしますかっていう質問をしているんですがそれに対して えっとこの棒グラフを見ていただければと思いますがその例えば一番下の棒グラフですねその寄付金の3割が還付されるとすると、えー、寄付を増やしますかっていうことに対しては、えー、っと10%強ぐらいの人しか増やさないというふうに答えている、えー、でそのもしそれが5割に増えたらどうですかっていうふうに聞くと、えー、寄付を増やすという人の割合は増えますけれども、まあ、それでもですね、えー と二割ぐらいでしょうかぐらいの人しかあの増やさないというふうに答えているでえー、っと寄付金の全額が還付されるつまりその十万円寄付をすると10万円戻ってくるというようなあの、えー、制度が導入されたというふうに聞くとまあ、それでもですね四割弱ぐらいの人しか寄付を増やさないというふうに答えていますですからそのまあ、これから言えることはですねあのどんなに えー、税制を整備してもです、ね、あのそれだけであの寄付をあの増やす寄付者そ,そ,それだけで,です、ね、あの潜在的に寄付をしようとしている人にアピールすることはできないと、えー、いうことだと思います。ですから NPO の側で、えー、活動を積極的に PR してその、えー、その自分の団体がです、ね、寄付を 受けるに値するような公益性の高い活動をしているということを積極的にアピールしなければ税制だけによってその寄付を増やすことはできないということが言えるのではないかというふうに思います。それからもう一つですね注目されているのは少子高齢社会で特に高齢者が非常に資産を持っている。 でその資産をそのどういう形でこの市民社会のを支える資源として活用するかということが重要になるのではないかというふうに考えています。で例えば2007年時点で、えー、と段階世代を含む60歳代以上の人が持っているその個人金融資産というのはですね個人金融資産全体の6割以上になっているということですね。でえー、とそういうい高齢者はその えと寄付をしたいと思っている人の割合が非常に高いと特に子どものいない世帯というのは、えー、寄付をしたいと思っている人の割合が非常に高いということが、えー、言われていますですからそういうこういう1,000兆、えー、近いです、ね、個人資産、えー、そのうちの6割をその段階の世代以上の年,年代層の人が持っているということですので、えー、それをその。 市民社会を支える資源として還流させることができないかということが課題になってくるというふうに思っています。でその意味で今回の,あの税制改正案の中に、えー、とプランドギビングっていうものがその盛り込まれています。これはその、えー、とアメリカ等で,です、ねえー 非常にあの、えー、市民社会を支えるあの資金としてですねあの、えー、有効に集められているものなんですけれども、えー、っと一言で言うと税制上優遇された信託商品、えー、ということなんですが、えー、特定あの寄付信託というまあ,あの 税制上の用語で、えー、税制改正法案の中に盛り込まれているんですが、えー、と通常のです、ね、公益信託と違ってその寄付者が寄付先を指定できるつまりその自分がこういう団体をサポートしたいという団体を指定することができるということとそれからそのこの信託のです、ね、運用益の一部を年金の形で受け取ることができるということで、えー、つまりその 社会貢献をしたいと思っている高齢者がそのどのぐらいの割合を自分の生活を支えるために残してどのぐらいの割合をその社会貢献に回したらいいかということがあの一種のトレードオフになっていると思うんですけれどもそれをその両立することができるという点で評価をされてそういうことでそのアメリカではあの10兆円以上のですねあの 信託の残高に成長しているということなんですがそれをその日本でも取り入れようとしているとそれがその23年度の税制改正法案の中にも盛り込まれているということですのでこれもあのえこの法案が通ればですねあの制度化されることになるのではないかということですでまあそういうことでえ時間が近づいてきましたけれどもその えと全体を総括するとその日本の市民社会セクターというのは非常にまあ未成熟で脆弱であるとでこの点はその阪神大震16年前の阪神・淡路大震災の頃とそんなに変わってないわけですけれども社会変革の担い手としては非常に大きな潜在力を持っているということは言えるのではないかと。で、えー、寄付はその市民参加の手段として非常に重要であって、えー、寄付文化を育て定着させる必要がある いうことですであの。数字をご紹介しましたけれどもあの決してその日本に寄付文化がないということではなくて、えー、今回の災害の時の,その、えー、募金の状況を見てもですねあの、えー、そういう寄付文化が育つあの、えー、土壌というのは十分あるんではないかというふうに思います。でただその 阪神大震災の時もそうだったんですけれどもあの義援金という形義援金というのは非常に特殊な寄付だと思うんですね。で、えー、と阪神・淡路大震災があった1995年には義援金が1800億円ぐらい集まりましたので、えー、寄付全体としてもかなり前年と比べるとその急に伸びたんですけれども残念ながらその翌年の96年になるとまたあの元に戻ってしまったんですね。ですからあのその時にその えー、寄付が増えてですねあの現金を含んだ寄付が増えて、えー、その寄付寄付の,あの底辺が広がるかというふうに思われたんですけれども必ずしもそうではなかったということですのであの今回の,あの、えー、災害、えー、をあの契機にしたですねその現金という形の募金もあの将来の 将来にわたってです、ね、あの寄付を、えー、寄付という習慣をです、ね、定着させるようなあの何らかの仕掛けをしなければです、ね、また元に戻ってしまうのではないかということが心配されると思いますそれからボランティアも非常に重要であのボランティアの,あの金銭化価値というのはあのいわゆる金銭の寄付よりもはるかに大きいということを申し上げましたけれどもボランティアもやはりあの阪神大震災の時にはあの非常に増えたんですけれどもまた あの震災が終わるとですね翌年には元に戻ってしまったということがありますのでえ寄付についてもボランティアについてもですねえ制度的にあのそれを拡充するような政策的なサポートが必要ですしそれからそれを受けるですねあの市民団体の側も NPO の側もですねえーそれをあのどういうふうに有効に使うかというのを有効に使ったかというのをちゃんと あの報告しなければいけないし、そうしなければあの継続的に寄付とかボランティアを受けることはできないのではないかと思います。ですから制度,制度的なもの支援とそれからあの受ける側受ける NPO 側のその努力というのが非常に両方とも重要なのではないかというふうに考えています。で、まあ今回あのえっ、ー、と税制改正法案はあの、えー、まだあの成立していなくて。えー 震災が起こる前からどうなるかわからないと言われていたんですけれども、まあ、あの震災が起こってです、ねえー、今の時点であの考えてみるとやはりあの、えー、この法案をあの早期に成立させて、えー、税制少なくとも税制の面からは寄付とかボランティアをサポートするようなあの制度があの、えー、確立されて ということが非常に期待されるのではないかというふうに考えています、えー、とりあえずあの私からの、えー、報告はあのこのぐらいにさせていただきたいと思いますどうもありがとうございました、えー、どうもありがとうございましたあ今の震災に対する今、ま、日本の寄付文化がこれからどういうふうに定着していくのか その寄付文化の土壌は大いにあるんだということの流れをですね、一連の阪神・淡路大震災からの経緯とともに分かりやすくご説明していただいたと思いますけれども、実際にそれではこれから質問に移らせていただきますけれども、質問者の方からは、挙手の上、 ご自分が属している社名、あるいは団体名をお話ししていただきたいと思います。それじゃあ、会場からの質問を受けたいと思いますけれども、どのような質問でも結構、はい、どうぞいや、ありがとうございました。あの非常に貴重なデータもあのいただきまして、よく分かりました。が あの私、毎日新聞 OB の山路と申します。えー、寄付の文化ということを、まあ、これは非常に大きなテーマだということはよくわかるんですが、その今のご説明にあったように、なかなか一過性のものでですね、日本の社会で本当に寄付の文化が定着するんだろうかという問題です。で、特にヨーロッパ、アメリカとの比較は、寄付金,金のその違いもさることながら、やっぱり宗教文化とキリスト教文化というね、そういうバックボーンの違いがあってですね、 なかなか日本の社会で、今回のような大震災があって、一過性的には集まるけれども、それを定着させるのは私は一緒に困難じゃないかと、だからまあ非常に極端な話をしますと、やはりそれを恒常的にさまさ、まさしく今、被災地は切迫まった状況にあるわけですから、その寄付の文化を定着させるということと同時にです、ね、やっぱり税としてですね、やっぱりきちんと位置づけていくということは必要ではないかと。 そうでないとですね、なかなか100年の活性を待つかごとき、議論になりかねないようなところがあると、それをどう考えればいいのかというのが1点です。それからもう1つ、あの先生のお話を聞いて、ちょっとびっくりしたのはです、ね、寄付の違い寄付、寄付額の違いじゃなくてです、ね、活動全体で見ると、日本は遜色はないという話でしたね。で、まあ、これはびっくりしたんですが、ただし、あの我々地域で実感する限りですり、ね、特に退職サラリーマンの人たちの、その、 NPO とかボランティアの参加というのが、ね、決定的に少ないように思うんですねで、これをどうしていけばいいのかということについても併せて、うん、あのお考えをお聞かせていただければということでありますす、うんうん、以上2点ですえと、えー、と第1番目のご質問の、えー、と税制をというのは、寄付税制をということでしょうか、それとも、えー、と政府がやるべきことはちゃんとやれと。 にそれはもう今回の代さんそうですが少子高齢社会の負担の勤務の関係をバランスしてるわけですね、うんうん、それをどうするのかという話で消費税とかです、ね、基幹税をその、えー、例えば消費税を上げて、その基幹的な税収を増やすということは当然重要なんですけど、それとその、 えと寄付税制を強化するというのは矛盾、まあ、はしないと思うんですね。であの寄付に対してあの、えー、税制を優遇すると一方で税収が減るっていう議論があるんですけれども、えーまあ、いろんな研究をその見るとその、えー、寄付に対して税制上の優遇措置を取ると,、えー、と寄付あ税収が減る以上に寄付が増えるっていう。 ような研究もあのたくさんありますのであのですから寄付の増加とあの税収の減少と両方勘案するとあのそれほどその点では心配する必要はないと思いますた,ただその、えー、もちろんそれだけではあのこういうあの震災等を踏まえるとあの当然資金は足りないわけですからまあ、それとは別にその、えー、消費税のその税率を上げるとかですねそういうことは当然別途必要だというふうに思いますけどですからそ,その点ではあの。 今ご質問いただいたただ方と私とはそんなに認識の違いはないんではないかというふうに思っています。それから、えー、とそのボランティアの,その底辺がやはりその阪神大震災の時に一時的に増えてその後そんなに増えてない、えー、これはあの政府の、えー、社会生活基本調査なんかを見てもです、ねあのえー、そういうことが言えるんですけれどもあのやはり えー、日本の場合には、えー、サラリーマンはその、えー、定年まで目一杯働いてでその後その社会に掘り出されて、えー、どういうふうに社会貢献していいか分かんないと、えーまあ、そういうことだと思うんですけれどもですからそれはそのもう少し長期的に考えて例えば学校教育の中にそのボランティア 活動をどういうふういふに取り入れるかとかとですねそういうところからやっぱりやっていかないとそ,そ,そんなにその、えー、すぐにですねあの、えー、ボランティアの,あの習慣が根付いてその,段階そのリタイアするその段階の世代があの急にボランティアを始めるっていうようなことはあの考えられないんではないかと思いますですからあのそういう意味ではあの寄付とかボランティアの習慣を根付かせるためには あの、相当長期の戦略が必要なんではないかというふうに考えています。はい、よろしいでしょうか。えー、それでは、他の方の質問をいかがでしょうか。はい、どうぞ。向こう朝日新聞の田中と申します。今日はどうもありがとうございました。 あの先ほどの義援金と支援金の違いというところに関してなんですが、えー、今回、中央共同募金会でのこの180対8というデータ、示していただきましたけれども、えー、比較できるような、ですね例えばアメリカあたりの過去のデータ、何かをお持ちであれば、ちょっと紹介いただければということと、あとあ、山内さんご自身は多分あの支援金がもうちょっと多くていいんじゃないかというお考えかと思うんですが、 そのちょっと難しいかもしれませんが、ざっくり理想的な、えー、比,率比率というか、ですねそのあたりの感覚をお持ちならば、ちょっと教えいただけますか。えっとすいません、その海外との比較のデータは今は持ち合わせておりませんが、あのちょっと帰ってあの、もし分かるようでしたら、また調べてご報告したいというふうに思います。であの理想的なな割合といいううのがが別にあるわけではないと思うんでは思んすがあの実 なていうんですかその災害の起こった後のフェーズとの関係でいうとその災害直後というのはやはりあの義援金の方が重要だと思いますので、えー、義援金のあのまあ、この数字で見ると義援金が圧倒的に大きいあの9割以上があの義援金ということになっていますそれは別にあの不思議なことではないと思うんですがあの時間が経って何ヶ月あるいは何年という単位で考えるとあの。 当然、支援金の割合が増えていってしかるべきだというふうに考えています。ですからあの、50対50がいいとかですね、そういうことを言うつもりはもちろんありませんけれども。よろしいでしょうか、えー、それでは他のご質問者、いらっしゃいませんか。えー では今のに関連してちょっと私の方からご質問したいんですけどあの当面のその今の大震災今回の大震災は義援金およびその支援金も相当の金額に上ると思うんですけれどもそれをどういうふうにその配分していくかということで先ほどその配分の仕方をどうするかという一定のまあ決まりはあるんでしょうけれども迅速にこれからの いわゆる NGO 活動も含めて、有機的にやっていくためには何が今、一番必要なのか、とりわけ、どういうことが一番大きなポイントになっていくと思われますか。はい、えっと、現金の配分の難しいところは、その被災者の数とかですね、どのぐらい深刻な被害を被っているかっていう、全体像がある程度明らかにならないと、その、 配分、えー、1人当たりどのぐらい配分するかっていうのがなかなか決められないというところだと思うんですね。で阪神大震災の時には、えー、と震災が起こってから10日か2週間ぐらいの間に、えーとえー、被災者1人 10, 10万円ですかという、えー、のをとりあえず見舞い金のような形で、えー、配分したんですね。 それは非常に良かのあと何段階かに分けてその例えば、えー、住宅が全壊したあの世帯に対してはあいくらそれから、えー、親が亡くなったあの維持に対してはいくらという形であの何段階かに分けて、えー、配分したんですけれどもそ,、まあ、それでもです、ねあのえー、相当な配分し終わるまでには相当な時間がかかったという。 ことがありますでその時の経験を踏まえるとやはり、えー、と配分委員会っていうのを早く立ち上げてでとりあえずあその一律、えー、それは10万円か15万円かわかりませんけれどもそういうあの金額を早く、えー、配分するっていうことだと思いますでその後はあの当然あの被災の深刻度に応じて、えー ルールを決めなければいけないわけですけれども、まあ、そ,そこがまだ出だしのところが阪神の時と比べても非常に遅れていて、えーまあ、遅れている理由はいろいろあるんですけれども一つはあの複数の都道府県にまたがっているということですね少なくとも、えーえー、と福島宮城岩手っていうのは当然入るわけですけれども、えー、で,きれできればそのご合同の1つの配分委員会を作るっていうことがあの。 重要ななではいいかと思います各県ごとにあの配分委員会を作ってしまうとその各,各県にどういうふうに配分するかというのはまたあの第一段階で決め,なく決めなければいけなくなってしまうので,、えーでえー、と福島県はなんかその福島県が単独で受け入れたものについてはすでに配分方針を決めてるというような報道がありますけれどもあのまあそれはそれでいいと思うんですがあの日本赤十字とか共同募金会に集まった 現金に関してはあの早く統一的な配分委員会を作って配分をすると。で完全に、まあ、被害の全容を知るっていうのはもうほ,ほぼ不可能なので、えー、完全に公平に分配するということにこだわりすぎるとあの配分が滞って、えー、本当に支援の必要な時期にあの、えー、配分が行われないということになってしまいがちですのでその辺りは。あの 臨機応変に考えるしかかなないいのではないかと結果的にある程度あの結果としてあの例えばその配分しすぎたためにあの実際はもっと被害が大きくてですねあの受け取れない人が出て,出てきたとかということはあり得るかもしれませんけれどもあの完全に公平に配分することはあのどいずれにしても不可能ですのでその辺りは現実的に考えるしかないのではないかというふうに考えています。 あの今のに関連してですけど今回の,その震災について、まあ、津波とそれから原子力発電所のある意味ではその全くの天災ではないその後の処理の遅れとか人災的な部分もあるのでこの民間の東京電力とそれからそのいわゆる政府あるいは NPO 法人とのです、ね、支援に関する 復興に関するその意見の違いとそれからまあそのお金の問題で言いますと最近先ほどお話になった福島県の、まあ、いわゆる原発被災地域に対して東京電力がお見舞い県を一律出したとでそれを受け取った町と全く受け取らなかった自治体があるということなんですけどこの辺の今回の,その複合的な 被災者に対するその風評被害も含めて、ね、NPO ができる役割といいますかそういうもの政府に対するアドバイスでも含めて結構ですけど新しいまあ復興支援ということになると思うんですけどその辺はいかがでしょうか。そそうでですねあのや,っやっぱり長長期期的的なな戦戦略略が必要でその長期的な戦略をあの立てる えー、そういう組織を立ち上げて、その中にあのやはり、えー、NPO、あるいはボランティア団体の,その代表等も入ってその、ラウンドテーブルのような形でその、えー、議論をしていくということが必要なんじゃないかと思います何、ね、か具体的なアイデアはございますかえっといやあの、具体的に今あの、申し上げることはないんですけれども、一般論としてはそういうことではないかと。 それからもう一つあの最近よく言われだしたことなんですけどその政府が決めた原発からの2 0キロの避難地域あるいは3 0キロの退避地域ということでそこにあのボランティアがですね何か支援しようとしても支援ができない空白地帯が生まれてきていると。その空白地帯をどううするかいうことといこは まあ、あの一義的にはあその政府が考えることでしょうけど NPO 団体あるいはその支援団体から空白地帯にアクセスするようというそういう動きがあるんでしょうかそれともそこのところは全く自分たちとは別の役割ですよというそういうういお考えでしょうか今、ボランティアをそのコーディネートしようとしているようなあの団体はまだそこに積極的にそのボランティアを あの送り込もうというところまではまだ考えてないと思いますねあのそこはそ,のそこに派遣しようと思ったらやっぱりそれなりの責任が伴いますので、えー、その辺りは阪神の時にはなかったあの非常に難しい要素だと思いますけどまままだそこまで踏み出してはないいと思いますで今の,その政府のあり方やり方に対しては NPO 学会としても、まあ、ある程度そういうことだろうなということなのかもしくはもう少しこういうやり方があるんじゃないか といいううあたりはかかがでしょうかえとあの学会としてどうということはないんですけれども、あの個人的には、あのやはりその情報がやっぱり今までかなり規制されていて、その20キロとか30キロとかっていう、まあ、同心円でしか議論がされなかったので、最近その、えー、いろんなか海外ではもっと情報が出てますようなことが分かってきて、そのえー、気象庁等があの情報をだんだん出し,出してきているということですので、 あのボランティアがどう,どういう地域なら入れるかというようなことを客観的に考えるためにもあのやはりもっとあの情報が必要なのではないかと思います。あの当然風,風向きとかですねそういうことであの、えー、放射能のレベルもあの地域によっても違いますしそれからあのそれは刻と変わっていきますのであのそういう客観的な情,あの情報を踏まえてその えー、ボランティアをどこどこ,などこに送る、まあ今、今は安全だとかですね、そういう判断ができると思いますので、ねあの、そういう客観的な情報が一番重要なのではないかと思いますわ、えー、かりましたあの、今のに関連して、何か特に会場の方から質問したい、はい、どうぞ。あの日経 OV の吉野といいますか、えっと最初あの、2点あるんですけれども、最初のお話で、 東京電力があの今、個別にいろいろ配布している、これの性格は賠償金とは違うんだというようなことを東京電力も言っているようなんですけども、であるならば、先ほどおっしゃったような配分委員会の方にそちらをまとめて出すべきだということをむしろおっしゃった方がはっきりするんじゃないかと,、うんえー、と思うんですけども、いかがでしょう。という のが第一点それからもう一つは、いやいやあの災害の話とはあの、まあ、ちょっとこうずれるかもしれないですけどもあの、まあえー、現金あるいはその寄付のあり方と、それから相続の問題とは、どういうふうに整理して考えるべきか、その辺は先生、どういうふうにお考えでしょうかあの、まあ。要するにに相続に関しても今 あいろいろと議論がありますし、えー、特に高齢者の話になるとこの点は、かなり重要な話だと考えますいかがでしょうか 2>, えっと2点目の方からお答えしますと、そのえー、っと所得からの寄付というのはあの、えー、やっぱり金額的にはかなり限界があると思うんですね、特に日本の場合には、あのえー、比較的平等社会なので、その オーナー企業がその非常に大きな富を持っていてその富の中から寄付をするっていうようなことがあのなかなか考えられないのでそういう意味ではあの高齢者がその相続する時に、えー、その自分の子どもに相続する場合と比較してその公共目的にその寄付をすれば相続税をその減免するというようなことをあのかなり制度的に確立すればあの。 えー、市民社会の方に流れるあの資金というのは非常に太くなると思うんですね。で今の制度だとその、えー、遺言でその寄付をした場合、えー、あの遺言によって生前にあの寄付の意思決定をした場合にはあの比較的税制は優遇されてるんですけどもその、えー、亡くなった後にそに子どもがその寄付をしようと思うと寄付をしたにその寄付寄付をした後に そうあの大きな相続税がかかってきたりすることがありうるので、まあ、そういう点ではあのそのあたりの,あの税制を、えー、改革してその、えー、そ相続財産がそのうまくその、えー、市民社会をサポートするために還流されるような制度をもっと整備すべきだということは言えると思うんですね。 ですから相続の,その財産、世代その資産がその世代を超えて移転されるときに、そのタイミングを捉えて、市民社会の NPO 活動等を支える財源として、理をさせると、そういう仕組みを作るというのは非常に大事だというふうに思っています。それから えっと東力、東京電力がその義援金として。えー、その。資金を拠出して、それを配分委員会でまとめて。その配分を決めた方がいいのではないかということでしょうか。えっ、ー、と、それはどうですかね、その、えっ、ー、と。地震とか津波の被災全体の話と、その。 えー、原発の被害というのをその本当に、えー、一,一方はかなりあの人災的な面,面がありますので、えー、それを一緒に考えるということについてはあの、えー、その原発被害となんていうんですか一,一般の義援の金のそのを拒出した人がそれであの 5納得するかどうかはちょっとわ、えー、からないのであのそういう形にするのがいいかどうかでちょっと私自身はあのイエスとは言う自信はないですけれどもでも、まあえー、一部をそういう形であの配分委員会の方で決めるという考えとはあるかもしれませんけれども、えー、なんか性格の違うものをあの一緒に考えることによってあのかえって えー、義援金を出した人のその意思を100%尊重したことになるかどうか,というかという別の問題が出てくるんじゃないかと思いますので、このあたりはあの難しい問題だと思いますけど、はい、えっとそれでは、はい、その前の方どうぞ、個人会員の森本といいます。 <laughs> あのちょっと細かいことであれなんですけども、はいえー、日本人のうちの三十何パーセントが寄付しているということですけども実情を見るとですねあの、えー、共同募金だとかそれから何だっけな,なんか要するに各所帯ごとにほ,ほぼ強制的に割り付けられて払っている部分がありますね。はい、それれを含めるとこれはほぼ全世帯に入って てくるんじゃなないかなと思うんでちょっとこの数字がどういうものでの統計なのかということと、うんうん、それからもう一つはあの外国からボランティアの方今回たくさん来られましたけれどもそれがまあちょっとあの報道ではあまり触れられていないんですけどもあのこの人たちが えー、往復は自分たちで払ってきても、こちらでの滞在経費などは、そのボランティアじゃないや、この寄付金の中から出ているんでしょうか、それとも、えー、外国から来る人たちはすべてを自分たちの負担で来ているんでしょうか、えー、ちょっと細かいことで申し訳ありませんが。えっと、このき今日ご紹介した寄付白書は2009年のデータですので、当然、今回の。 震災に関するボランティアとか寄付入ってないわけですね。で、ですからあのこ,この数字の中に入ってるかどうかっていう、えー、ことではなくて、あのこ今回の、えー、災害ボランティアに関してというご質問であれば、それはケースバイケースではないかと思います。あのおそらくあの、えー、正確なあのデータがあるわけではないですけれども、基本的にはあの海外から のボランティアというのは自分であの、えー、そういった,たい旅費とか滞在費用は出してるのではないかというふうに思われますけれど、でもちろんそのえー、っと被災地の方でその何らかのその宿泊施設を提供しているようなケースもあるかもしれませんが、あの国内のボランティアに関してもあの今回の今回の場合には、えー、基本的にはあの被災地に負担をかけないようなそのボランティアというのがあの。 えー、ボランティアの,その、えー、コーディネートをしているような団体は強く呼びかけてますのであのおそらくそういう意味ではあの自分でなんとかしてるんではないかというふうに思います。で、えー、と阪神大震災の時にはあの被災地の範囲が非常に狭くてでかつあの鉄道が割と早く復旧したんですね。えー、と阪急電車の、えー がその西宮北口というわりとしあの被災地の中心に近いところまでもう翌日にはあの開通して、ま、再開していましたのでそういう意味では日帰りのボランティアが非常に多かったんですけども今回は被災地の範囲が非常に広いということで何らかの宿泊どこかに宿泊しないとあの継続的なボランティアができない状況ですけれども、まあそれだけにその被災地にできるだけ負担をかけないというのが非常に重要になってきているのではないかというふうに思います。 えっと、あ、それ、もう一つ、なんか、ご質問がありますか。外国のボランティアの方の経費です。あ、け、OK、それ、先ほど、あの。はい、はい、以上です。よろしいですか、えー。それでは、あの、そろそろ、ですから、最後の一番ということで、岸田さんどうぞ。あ、すみません、毎日の菊池です。えっ、ー、と、この県ごとの配分というのは。どなたが、という格好で決めるのかという、さて、浦安の。 あと長野の方で一人死んだとかそういうのはどういうふうにする、あと,あともう一つはこの配分委員会というのはそもそもどういう人がなってるんでしょうかということと、もっとたくさんあるんですけど、配分委員会の構成というのはあの別になんらかその法律で決まっているわけではなくて、 えー、従来の観光でいうとあの日本赤十字から代表が入ってあと,、えー、と共同募金会からもあのメンバーが入ってあとは自治体関係者あの等々で構成されるあるいはその地元の、えーま、NPO の、えー、といわゆる中間支援組織の代表とかっていうのも入る場合もあります。えー で構成されるって従来の災害だと大体都道府県別に組織をされるということですのであのが、まあ、今回の場合だとあのそれはどういうふうになるか分か,分かりませんでその、えー、例えば液状化の被害を受けた人に対して配分どういうふうに配分するのかあれ配分するのかしないのかということも基本的には配分委員会で決めることになると思います。 いやじゃあ、従来はですから、えっ、ー、と大体。その1つの都道府県の中にとどまってるえー災、災害がおあの収まってる場合が多かったので、えだいたい都道府県別に組織されるケースが多かったと思います。例えば、あの、えー、新潟県の中越地震の時だと新潟県という単位で、あの配分委員会が作られるわけですね。阪神の場合にはえっ、ー、と兵庫県が中心でした。けれどもまあ、大阪府にもあの被害を及んでいたので。えー 阪神の場合には、あの兵庫県と大阪府の合同の配分委員会ということが,が立ち上げられたと、で今回の場合には、えー、どうなるか分かりませんけれども、まあ、理想から言えばです、ね、あの被災地の、えー、自治体が全部入ったような1つの配分委員会にするのがあの私はいいと思いますけど、ちょっとそのあたりはど,どうなるかはいまだこれから決定される、ね、ということですね。 その日本赤十字とかあの、共同募金会とかっていう、その現役の窓口になっている団体は、そ,それを早くあの設置するようにあの、強く働きかけているということだと思いますよろしいでしょうか。えー、それでは、あまあ、これから非常に長い長期的な復興支援が必要となってくると思いますけれども、今後ともさまざまなアドバイスを期待したいと思います。 なお、あの今日この講演の前におかけになっていただいた山内会長の署名はです、ね、市民力が問われているということをおかけになっていますので、最後にご紹介したいと思います。どどうううももありがとうございましたどう